年41号から2011年47号まで連載された。完結は別冊ネクストにて掲載された。話数単位は E。サブタイトルは英語をカタカナに直したものとなっている。高校生、ハイハスミオは近未来に起こる出来事を予知する能力、夢日記を持つ少年。能力で人助けをすること以外は、 平凡な生活を送っていたある日、母親が、エニグマという謎の言葉を残して、姿を消してしまう。夢日記に記された通り、現場に、不可解な黒いシミを残して、混乱のあまり病院で保護された後、ふと目覚めると、スミオは、同じ高校の6人の生徒と共に、真夜中の体育館に連れて来られていた。そして、 エニグマと名乗る謎の人物による説明を受け、運命のゲーム E テストが始まった。E テストが終わり、日常へ戻ったスミオたち。だが、すべてはまだ終わっていなかった。悲劇を終わらせるため自らエニグマになった、スミオ、エニグマの座を狙う敵、カニバル、そしてすべてを終わらせるため、スミオは、骸骨島へと向かう。カニバルと共に、 登場人物の名前は基本的に男性キャラはカタカナ、女性キャラはひらがなで表記されている。声の孔はボミック版のもの。エニグマが行う参加者の本質を測る適正さえず、参加者の能力次第で合否が左右されることもある。舞台は夕闇市にある夕闇高校だが、墨をたちの暮らす夕闇市とは違い、岸島が 自身のパソコン内にコピーした夕闇誌である。本作で登場する問題用紙には第5回目とあり、テスト内容は以下の通り。参加人数は7名。パスワードの課題パスワードは物語の2年半前に起きた一人の未成年者によるハイジャック事件が関係しており、エニグマの正体に迫るものである。坂城健茂、NGM、エニグマ。 集英者ジャンプコミックス、全7巻。E テスト2010年12月29日、発売 ISBN978 から4から08から87168から、4アウト2011年3月4日、発売 ISBN978 から4から08から87196から7アナザー2011年6月3日、 発売 ISBN978 から4から08から87238から4オープン2011年8月4日発売 ISBN978 から4から08から87276から6名イ2011年10月4日発売 ISBN978 から4から08から87297から1 カニバル2011年12月2日発売 ISBN978 から4から08から87万320から6トゥルーエンド2012年2月3日発売 ISBN978 から4から08から87万376から3集営者のボイスコミックボミックとして2011年4月にジャンプ専門情報番組 先読みジャンバンにて放送され、同年5月からボミック公式サイトで配信された。ありがとうございます。